県が勧告したのは松山市三津ふ頭の松山魚市場株式会社です。会見によりますと、松山魚市場は去年12月5日から今年3月31日にかけて、県外の事業者から仕入れた取扱業者などの情報がないナマコに流通経路をたどることのできる架空の番号をつけ、正規に流通しているよう見せかけて販売したものです。およそ4ヶ月の間にナマコは95回売買され、量にしておよそ45トン、6500万円ほどを売り上げたということです。今年4月ごろ、ナマコおよそ620キロを密漁した漁業法違反の疑いで、松山市の競り人ら5人が門司海上保安部に逮捕された事件を受け、水産庁は6月、松山魚市場に水産流通適正化法違反の疑いがあると県に報告。報告を受けた県は8月以降3回にわたって立ち入り検査し、違反が明らかになったとして、きょう午前勧告を行いました。県は再発防止に向け、入居時の管理体制や伝票作成の不備に関する点検、原因の分析などを行い、来年1月末までに報告書を提出するよう求めています。